戦いもこの先中盤から終盤の厳しい戦いに突入していきます。ロンドンオリンピック日本代表に選出されていた選手たちもそれぞれ所属しているチームに戻りました。試合をこなすごとに勝ち点の重みが増していく。これからの戦い、目の前の1試合1試合に集中です。 J1 の第22節、この時間は浦和レッズ対鹿島アントラーズのゲームをお楽しみいただきます。今選手たちがピッチに姿を現してきました。今日は大気の状態が不安定で局地的に激しい雨が降った関東地方、この埼玉スタジアムでも2時間半ほど前に雷を伴った激しい雨が降りました。お互いに赤を基調としたユニフォーム、今日はアントラーズはアウェー用の白のユニフォームです。気温が27度2分、湿度が 71% という気象コンディションです。ゲームの解説早野博さん、アナウンサーは実況をします、リポート杉沢でお伝えしてまいります。早野さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは順位を確認しておきましょう。今日は昼間に札幌と神戸がすでに対戦、4対2で神戸が勝ちました。その結果も踏まえての暫定の順位です。広島と仙台が首位争いの先頭を走る中、去年のチャンピオン柏、そして6シーズンぶりのリーグ制覇を狙う浦和が追うという展開です。開幕3連敗スタートの鹿島アントラーズも確実に勝ち点を伸ばしてきました。この先の巻き返しも楽しみです。去年との浦和レッズのちょっとここまでの時点での比較を、順位を比較しておきましょう。21節を終えた時点で去年12位でした。6勝9分け6敗勝ち点27という成績でした。早野さん、したがって今シーズンはちょっとチーム事情が違ってきましたね。去年のことを踏まえてね、今年はしっかりとこう守備を固めて勝ち点をしっかり取っていくというやり方、それが功を奏しているんじゃないかなと思いますね。その浦和の最近13試合の内容もご覧いただきましょう。前節神戸に敗れました。12試合ぶりの黒星です。今シーズンの4敗目。ただ浦和は今シーズン連敗がありません。まあ、その連敗のない中の好調の要因の一つがやはり柏木の出来でしょうかと思いますね。チーム全体の守備の意識が高い中で、だから柏木という攻撃のアクセントがいかに機能するかによって勝敗を分けてきたということは言えると思います。11試合負けがない中で柏木1ゴール、それから NHK が集計したところ8つのアシストがあります。チームを引っ張ります。では浦和の今日のスターティングメンバーをご紹介しましょう。坪井、永田、それから牧野の3バック、阿部、鈴木のボランチ、中盤右平川、左宇賀神、マルシオ、リシャルデス出場停止で今日は梅崎が2シャドウの一角、注目の柏木とコンビを組みます。ボールをつないで全員攻撃、全員守備の浦和レッズです。一方の鹿島アントラーズです。今画面は原口を捉えました。鹿島アントラーズの最近5試合の成績です。3勝1分け1敗、ジョルジーニョの目指すサッカーが体現できるようになってきました。それでは鹿島アントラーズのスターティングメンバーをご紹介します。当初小笠原がメンバーに入っていたんですが、左太ももをウォーミングアップ中に痛めてベンチを外れました。でボランチの位置には山村が入ります。それから後ほどまたご紹介しますが、ベンチに梅鉢が入りました。したがってカードは3枚残されたまま、ゲームのスタートということになります。中盤の若い柴崎、20番の活躍も楽しみです。右のレナトは6月の不正に獲得したブラジル国籍の外国人です。さあ、この若い柴崎も楽しみですね。アントラーズの方は、いや、非常に能力高い選手だと思いますね。これからどんだけ伸びてくれるのか楽しみですよ。はい、まあ、視野が広くて非常にこのパスさばきがうまい、そういった印象があります。そして今日のこの対戦ですけども、まあ、浦和とアントラーズといいますと、まあ、J リーグカップで3度の決勝で当たったり、はい、アントラーズ3連覇の時の相手が決まった時は浦和だったんですよね。まあ、もうリーグで優勝してもおかしくないような両チームですから、特にこう浦和優勝も見えてきたし、鹿島は12位といってもね、勝ち点6差しかないわけですから、はい、上をやっつけてどんどん上がっていくきっかけにしたい、非常に重要なゲームですね。はい、今前半の45分のスタートです。白のユニフォーム、鹿島アントラーズのキックオフです。1回、山村が今どうやらセンターバックに入っています。そうですね、その山村からの長いボールでした。
したがって岩政と山村のセンターバックというアントラーズです。青木が中盤に上がってますね、はい、いつも小笠原が務める中盤柴崎とコンビを組むのが青木です。その青木がボールタッチ、左ドゥトナスピードのあるプレイヤーです。そこにしっかりと囲みに行った浦和レッズ、右サイドバックはアントラーズは西大吾が入っています。ルックアップして前線へ放り込んできました牧野の対応、右にボールを展開します。縦へのパス、原口、いやここは梅崎がボールを受けました。そして左サイドから駆け上がっていきます。クロスが入ろうとしたところディフェンス入りました。まあ裏にしてはこの左の宇賀神と右の左側がいかに高い位置で仕事ができるかっていうのは、得点の可能性を秘めてると思いますけどね、はい、鈴木啓太の裏への浮かしたパスでした。ゴールキーパーのアントラーズの曽我畑が取っています。じゃあ早野さん、この立ち上がりどんなところに注目していきましょうか。浦和はここまで非常に確実に、ね、守備の意識を高くゲームをコントロールしながら順位を上げてきてますけど、アントラーズがやっぱりアントラーズらしく試合巧者の部分がね、2点1点で勝ってきてますから、はい、この時間帯でのこう試合巧者をいかに浦和がね、クロスが入ってきました平川でした、はい、止めていけるか、腹の探り合いのような感じもしますよね。今日注目選手に挙げている柏木あたりはホームゲームだけども我慢の時間帯がおそらく長くなるんじゃないか、そんなことも言ってましたけどね。いや報道陣を騙してるかもしれないですよ、はい、前線に絡んでいきました原口。さあこのあたりも球際の激しさがあります。センターバック浦和レッズは永田です。そして、まあ、ミハイロペトロビッチ監督が就任してこのようにつなぐサッカーがどん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 またその精度を上げてきた浦和レッズです。アントラーズの方は今大阪がボールを収められなかったですけど、はい、2トップがボールを収めた時に攻撃 の、 幅が広がっていくような気がしますね、はい、今日のゲームの主審は大木屋健二さんです。今シーズン11試合目の笛です。副審が八木さんと手塚さん、第4の審判山内さんです。浦和レッズボールのスローインです。レッズはこのところ負けはしなかったんですけども引き分けが早野さん多かったですよ ね、 そうですね。調子自体はどうなんでしょうか。いいと見てますか。チームというのはやっぱり負けない方がいいわけで、そして順位が上の方が気持ちよくサッカーができるし、負けて修正をするより勝ったり引き分けしながら上を目指していく方がプラスアルファはでかいと思いますね、はい、またセンターバックの永田です。そして坪井がやや高い位置にポジショニングを取っています。で中盤の阿部が今そのディフェンスラインのところに入ってボールを受けてそこから展開しようというところです。縦にボールを入れる、裏に飛び出そうとする、柏木、いや面白い攻撃だったですよ。曽我畑が倒れていますが、一つ浦和の特徴としますと、ね、早野さん、はい、ボールを持った時にディフェンスラインに鈴木あるいは阿部が一旦吸収されて、はい、そこからボールをこう展開するようなそんな特徴がありますよね、まあ、ですから 3-4-3 というかそういう形でやっていても、攻撃に入った時は 4-2-4 のような形で、はい、非常に攻撃的に行こうということなんですね、でその辺でマークのズレとかをうまく利用して柏木なんかはそこで前向くと怖い選手ですけど、はい、今なんかは柏木は足元でプレーするんだっていうのを逆に取るように飛び出してきましたよね、うん、その辺のアイデアは面白いと思いますね。蒸し暑い中ですが柏木は今日も長袖のユニフォームです。ゴールキーパーの曽我畑ちょっとまだ手は痛そうですけども、すごい。そして中盤の鈴木啓太、永田から一人倒れてますよ。あ、一人レッズの選手が倒れていますが平川でしょうかね。平川も縦へのスピードがあります、まあ、この浦和レッズの両サイドといいますと平川の縦へのスピード、それから宇賀神は左も右もできます。先ほどご覧いただいている映像が一部途切れました。大変失礼しました。浦和レッズはミハイロ・ペトロビッチ監督が就任して、まあ、去年まではサンフレッチェ広島を指揮を取っていましたけども、広島を指揮を取るときにはまず攻撃に重きを置いてきた、
このレッズは能力の高さもあるが守備にも重きを置いてトレーニングを積んできたと昨日話してくれましたですね。システムとかその辺の流れはサンフレッチェと同じやり方ですけど、はい、やっぱ守備の方に非常にこう意識を高く持たせているような感じがしますね。平川大丈夫です、戻っています。そして阿部が上がっていきます。左のサイドをまた使う。ここでグランダールクロスを選択してきました。ペナルティーエリアの中に3人浦和レッズのスローインです。前線で今日は2シャドウの一角梅崎、もう一度中盤の今度は鈴木、先ほど倒れていましたが大丈夫です。平川、鈴木がルックアップ中を見て、柏木がペナルティーエリアの中ボールの近く、ここはファールありませんでした。落ち着いた対応を見せました。洗い場、もう一度このディフェンスライン最終ラインから組み立てます。さあ一方の鹿島アントラーズの方ですけども、早野さん、だんだんジョルジーニョがやりたいサッカーも浸透してきましたね。まあ、あの中盤の構成がシーズン当初、おっと阿部今来てますね。浦和がかなり積極的ですよ。原口からどんどん前がかりになろうとしたところ、鹿島アントラーズにはカウンターもありますが攻撃飛び出していきました。アントラーズは中盤の構成がしっかりね、両サイド、あのレナットという新しい外人とドゥトラという選手を入れて、はい、安定感出てきたと思いますし、今流行るハイプレスという形じゃないんですよね。ただ気になるのはちょっとラインが下がりすぎてるんで、浦和が先制点を取るとどうなっていくのかなという感じがしますけどね、入り方は。はい、そのアントラーズの最終ラインには山村、それから岩政がセンターバック、右西、それから左に洗い場が入っています。中盤には当初は小笠原が入る予定でしたが、青木と柴崎のコンビ、右ワイドの位置に早野さんから話のあった新外国人のレナと、左ドゥトラ、ツートップで大迫と興梠です。山村もまだ右目の目尻のあたりに怪我の跡が残っていますが、あのオリンピックの日本対韓国の3位決定戦で負傷しました。3針縫って今日このゲームの後抜歯するそうです。抜歯する前にいいプレーした方がいいですよね。まあ、本人はプレーしたい気持ちの方が強いと思いますけどね、今。はい、あのオリンピックでは思うように出場結果やられませんでしたから ね、 そうですね。山村はそのあたりはオリンピックでは世界を相手にするには判断の速さが必要、そう言いました。中盤の阿部からまた平川です。ドゥトラが対応に行きます。真ん中をしっかり固めるアントラーズ、空いている左のサイドを使う。また浦和中3枚、西の対応、柏木は落として後ろからシュート。はい、また牧野が上がってきました。ですからこの左のハイサイド、右のハイサイド、高いところを浦和が優先的に取るとフィニッシュまでこういけるんですけど、柏木はこれどうぞ打ってくださいというね、はい、周り見えてますね。まあ、かつてサンフレッチェ広島、そのユース時代からも共にプレーをしてきたこの牧野と柏木。吉松さん、どうぞ。浦和のペトロビッチ監督はやはりそのハイサイドを早めに使いなさい、両サイドワイドに使いなさいという指示が出ています。はい、そのサイドのプレイヤーには他の選手からもアントラーズよりうちの方が早いんではないか、そんな声も聞かれます。そして今度は興梠が持った、前向いた、ここは一旦ボールキープ、また前を見る大迫へ、そして中盤青木ミドルシュート。青木も山村がいない中でセンターバックを務めたりボランチに入ったりと、その存在感を存分にアピールしてきました。まあ、これ青木は先ほど牧野にシュート打たれてるんで、ええ、鹿島も一つ打っとこうという感じですよね。はい、これが初めてのアントラーズのシュートとなりました。青木のシュートです。今度は右つぼい、ロングボールは使わずにどんどんこういったパスをつないでいきます。まあ、こういった時もアントラーズが積極的に取りに行くという姿勢があまりないんで、はい、誘い込んでるなという感じがしますけど、柏木が絡んでいきます。プレッシャーをかけに行く、
大迫から興梠、ここももう一度突き直します。アントラーズはそれほどプレスはかけていきません。 4-4 にしっかりとラインを形成してじっくりと待っているようなそんな印象すら受けます。一旦ここでまたディフェンスラインに阿部が吸収されて、ここからボールを展開しようという浦和レッズ、ややキックの精度を欠きました。そしてこの人はスピードがあるドゥトラ、興梠へ。今画面はマルシオ・リシャルデスを捉えましたけども、出場停止で、今日はスタンドからの観戦となっています。大きなブーイングが包む中でアントラーズボールキープ。まあ、この新しいレナートという感じは右にいますけど、はい、やっぱり中でプレーする方が本職なんだと思うんですね。結構ポジションを崩して中でプレーすることありますからね。はい、今そのレナトが中に入ってきました。33番で手を挙げたプレイヤーです。まあ、本人もドリブル突破からラストパス、そのあたりを存分に日本の皆さん見てくださいと昨日話していました。そうすると西が結構上がるスペース持てると思うんですよね。レナトが中に入るということですね、はい、飛び出したのは大迫。さあシュートに来た、レナトの強烈なミドル、もう一回今度はドゥトラ。いやキックの精度の高いこのレナトは6月28日に、中国の広州恒大というチームからの期限付き移籍で加入しました。あの左足のキックの精度が素晴らしいですね、この人は。高いと思いますね、やっぱりでもあそこではやっぱシュート打ってほしいですよね。はい、パスではなくてまず優先はシュートということなんで、見てる人もそういうのを期待してますからね。小笠原は今日はベンチ外れました。したがってこのコーナーキックもレナトが蹴ります。遠いサイド山村、ゴールラインを空中で割ってゴールキックに変わります。前半の立ち上がり12分です。浦和がサイドを使った攻撃、それからアントラーズはそれほどプレッシャーを早めにかけないといった展開、そう見ていいでしょうかね、早野さん。そうですね、アントラーズは2トップがしっかり収めるとゾーンが上がってくるので、あとやっぱり攻めさせてカウンターということも頭にあると思いますね。はい、また最終ラインの阿部。今浦和の最前線を見ますと原口、そこには山村がしっかりとついています。これで 4-4-2 のシステムなんですよね。あの攻撃するときですね、 4-2-4 ですね、はい、また左のサイドを使う。柏木がゴールの前に入ってきた。牧野がまた上がる。ボールキープは浦和レッズ宇賀神。牧野の攻撃参加、クロスだ。岩政落ち着いていました。一つ牧野の攻撃参加がこの浦和の特徴でもあります。逆に言いますと、はい、アントラーズの方はその牧野が上がったところも興梠あたりはうまく使いたいと話していました。こういう長いボールですよ、すごいスピードがありますが興梠との競争、背中で坪井を背負ってドゥトラへ。大迫が高い位置入ってきています。ドゥトラ、興梠、柏木、周りを見て落ち着いていったら下げます。こういった相手にプレッシャーをかけられても繋いでくるミハイロ・ペトロビッチ監督ですが、レナトからのシュッチクロス。いやこの辺りはレナトが奪ってから一つチャンスを迎えました。まだボールは割っていません。今大迫が必死に行ってプレー続けられています。まあ、佐藤の定石としてね、相手ゴールの近いところでボールを奪うと得点の確率が高くなるんですよ。はい、ですから今大迫を必死に追いましたけど、点を入れられなかったという部分の裏返しがあの追いかけになったと思いますけどね。はい、大迫はここまで20ゲームで5ゴール。まあ、ロンドンオリンピックの代表から漏れた後すぐでしたけども、はい、あの7月の28日の広島戦では2得点など大活躍していましたからね。まあ、どんなエネルギーもいいですから彼にとっては得点を取って自分を向上させるという意識を強く持ってほしいですね。はい、そのアントラーズのフリーキックのチャンスです。レナトがおそらく蹴りそうな構えです。あまりステップを取らずにいいボールを入れてくるレナト、左利き。岩政は永田がマークしてますか。永田とそうですね、激しくこのエリアの中でポジション争いです。あ、この辺りは一旦今日の主審の扇谷さんが止めます。これはまあ両チーム分かってますからね。ま
秋野はこのようにアピールしていますが、そしてもう一方はドゥトラ11番です。ゴール前はこういうもんですよ。はい、ゴール前は本当にあの格闘技とも言えます、ね、さあイボラ入ってきた。パンチングで肩が防ぎますけども、まだ不十分、ファールがあって裏はボール。一つセットプレーからチャンスをつかんだアントラーズでした。まあ、アントラーズはやっぱり試合巧者であるべきであれば、セットプレーでは点は1点は欲しいでしょうね。暫定の順位でアントラーズは現在13位です。勝ち点29、まあ、フィニッシュをした時にアントラーズが2桁台の順位で終わったというのは過去まだ一度もありません。今シーズンは3連敗のスタート。少しジョルジーニョ監督のやりたいサッカーがなかなかできていませんでした、そのアントラーズです。カネさん、あのアントラーズはジョルジーニョ体制になって、あのメンバーが固定されなかったり、今もね、それほど使っていなかった選手を起用したりと、いろんなことを試してきましたね。まあ、いろいろ当初はね、いろいろこうコンディションの問題とかで、ベストを組めなかったこともあったと思います。はい、ただやはりアントラーズのスピリットっていうのはこういう時になってくると生きてきますよ。みんな持ってますよ。はい、今日はちょっと怪我で出れませんでしたけど、小笠原なんかもね、いろんなもん抱えて背負って精一杯やってますからね。そうですね、その小笠原は好調でしたが、怪我のため初めてスタメンから今シーズンは、名前を消しました。ツーシャドウの一角、7番の梅崎、3番宇賀神からもう一度梅崎です。阿部が上がってきました。最前線に原口、遠いサイド柏木は今ディフェンスラインの背後を突こうという動きを見せました。やっぱボールサイドは、まあ、ある程度自由にさせてもパスの先ではやらせないぞというアントラーズのこういう守備なんですよね。一旦また平川に開いて、ここもつなぎます。ボールの保持率から言うと圧倒的に浦和です。両サイド、右のサイドの平川が今ライン際に張って最前線です。いや、いいところで受けました。ここからですね。そしてここから鈴木啓太からのパス受けて原口、左のサイド相手そこ使う、ダイレクトに入れてくる。この辺りは流れるようにパスがつながっていきました。どうなんでしょう、この宇賀神サイドをここまでの時間帯よく使っているようなんですね。アントラーズ的にはそのあたりは想定内なんですか。いや、槙野を含めて来るということは分かっていると思いますけど、岩政はやっぱり最後のドアの鍵はきっちりかけてますよね。ここまでは慌てるような場面はまだない。さあカウンターに入りますよ。ドゥトラはスピードがありますが、2人のフォワードが飛び出す。左の大迫使う、ちょっとそこはパスがうまくつながりませんでした。そして今度は一気に裏、鈴木がボールを持つ。平川が足元に欲しがって、その平川空いてるスペースに原口下がって受けました。またここもつないで柏木から、あ、シュート打った。パスを出すと見せかけて最後結局自分でシュートを打っていました。柏木が一旦このパスを出しかけましたが、あ、最後これパスで浮かせましたかね。まあ、原口、宇賀神にもパス出せたんですけど、やっぱりそれをダミーにしてシュートっていうキーパーの駆け引きやってますよね。はい、あの今シーズンは柏木がこの好調の要因の一つとしても挙げられてますけども、本人も今年は本当にサッカーを楽しめてるんですという話をしてました。いや、ボールたくさん触れてますから、まあ、もともとそのサッカーセンスというのは抜群で、運動量があって、判断の速さもいいですからね。いや、ちょっとね、で持たない、左で持つということで相手も非常にやりにくさがあるんですよね。あ、なるほど。そういうちょっとこう対面した時の具合の悪さというか、はい、うまい持ち方っていうのがね、よく理解してやってますよね。またここもグランダーでつなぐ。アントラーズボールカット、大迫カウンター入りましたね。さあドゥトラのスピード、ここはいいディフェンス、柏木でした。そしてファールでイエローカード、大迫。大迫ですね。大迫はこれが累積4枚目、次節出場停止です。今のシーンはね、柏木が危険察知をしたのが非常に早かったんで、はい、
これ、ね、最後戻ってこれましたよね、そしてその後大迫が相手選手に足を引っ掛けてしまいました。まあこれから J リーグの戦いも終盤に向かっていきますが、そのカードというのも一つ、そうなんですね、鹿島多いんですよ。アントラーズは大迫4枚目、それからリーチがかかっている選手は西、青木、さらには小笠原、今ベンチから外れてますけど小笠原も3枚、さらにはドゥトラも3枚溜まっています。それからレッズの方で3枚もらっているのは梅崎が今3枚です。右の今度は平川を使います。そしてドゥトラ、一旦バックライン岩政へ、右西、興梠と大迫はまだ裏へ抜け落とした動きは見せていません。もう一度右サイドを使う、左の青木です。そして洗い場がここにいます。ボールを受けに来たドゥトラ、ドゥトラの頭を越して大迫へ、一方阿部、柏木はもう右のサイド走り出している。そこに正確なボールが出てきました。中を確認してようやく今ペナルティーエリアの中に1枚、もう一度ここからの攻撃組み立てます。浦和レッズ宇賀神です。昨シーズン左サイド、今シーズン右のサイドが多かったんですが、今日は左のサイドに入っています。そして鈴木啓太、中真ん中をブロックしっかりと形成している鹿島アントラーズ、この辺りもまだそれほどプレッシャーを大きくかけてはきません。そこ縦通して原口、また左を使う、いいですよ、あれはドリブルで入ってきてシュートだ。今度は宇賀神はパスではなくクロスではなくシュートを選択しました。そして大迫が今日は1枚もらっていますけども、またファールを犯してしまいました。倒れてちょっとね、クルマに相手に体をぶつけたということでファールを取ったと思うんですけど、取られたと思うんですけど、はい、やはりこう成長していくためにはあそこのところのね、今映ってませんでしたけど、そのボールが来る前に当ててしまったんですよね、できればああいうところを逃げないでこうぶつけるんじゃなくてくっつけたままボールを引き込んでもらうようなことを覚えるともっとできると思いますよ。大迫ですね、はい、大迫選手ね。その大迫に関してはあのジョルジーニョ監督はもっとボランチのポジションを見ながらプレーした方がいいんじゃないかというアドバイスも送っていましたけど、まあ、それは球を引き出す時のタイミングのためにね、中盤よりはちょっと遠めの方がディフェンダーがルーズになるということがあると思いますから、はい、その大迫は今鈴木啓太の位置を見ながら体を寄せていきます。縦に相手選手を使いますけど、これが嫌なんでしょうね、ここからのカウンター、ドゥトラがスピードすごい、もスピードや負けないがキープ、ファールだ。フリーキックで今度はまたアントラーズのフリーキックのチャンス。本当にこう試合始まってからお互い腹の探り合いというのはあると思いますけど、これちょっと引っかかってますけど、浦和がポゼッションして最後高くして攻めていこうとするのをしっかりこう罠を仕掛けているようなアントラーズがカウンターで何回かこう仕掛けてますよね。ありましたね。ですから浦和はこういうセットプレーをあんまり起こしたくないんですよね、はい。やや距離はありますけども、またボールをセットしたのがレナと、打つ気満々に見えますけど、柴崎がそう演技しとけと言って打てるかどうかでしょう、ね、若い20歳、この背番号と同じ年齢の柴崎です。キーパーはレナとだと思ってますからね。あちょっとね、レナとだ、しっかりとボールを見ていました加藤。本当に大きくこうステップを踏まずに2歩ぐらいで強いボールを蹴ります。アントラーズ当初は遠藤が大体このレナトのポジションをやってましたけども、はい、レナトが入ってからアントラーズの攻撃で変化を受けたところどんなところでしょう。やっぱり中でボールをしっかり持てるということだと思うんですよね、レナトがね、
でそれが成功する確率が高いと西は攻撃するタイミングがつかめますよね、はい、結構中盤の優位性から攻撃の幅ができるということだと思いますね。遠藤の場合はやっぱドリブルというものにかなり意識を強く持っているので、ね、局面の打開は素晴らしいものあると思いますけどね、はい、レッズはまたこのサイドを使います。もう一度ここはアントラーズの守備しっかりと確認です。今大迫あたりもドゥトラのポジショニングを確認しながら修正を行っていました。これでもやっぱりボランチ取りに行かないんですよ、ですね、うん、そして平川が中に来た、シュートだ、さあ打てるか、もう一回いった、ドラ入った、先制浦和レッズ宇賀神、今シーズンの2点目、浦和レッズが先制しました。前半の26分です。まあ真ん中を使って、右の平川を使ってシュートが跳ね返ったところ、左から宇賀神がシュートを打ちました。ですからこれ真ん中から右のハイサイド、シュート、はい、そして左のハイサイドがシュート、うん、いやここはエリアの中にも3枚いましたけども、まあ宇賀神は迷わずシュート選択、そのあなたはちょっとブラインドでしたね、ちょっとボール の, この蹴り出した部分が見えなかったか、その方、さあアントラーズは1点を先制されました。それからあアントラーズもう遠藤用意ですか。もう失点した瞬間にジョルジーニ監督呼んでましたよ、これ誰と交代させますでしょう。大迫ですね。大迫はね、先ほどイエローカードもらった瞬間に遠藤にアップをさせに行かせたんですよね。あ、なるほど。大迫は今日1枚イエローカードで4枚の累積、次節出場停止、その大迫に代わってここで遠藤早くもスイッチ。早野さん、ジョージーニョさんも判断早いですね。早いですね。今シーズンから指揮を取りますジョルジーニョ監督、鹿島アントラーズのレジェンドです。遠藤右に入ってますね。はい、遠藤が右に入って、レナットが後でまた後ほど確認したいと思います。まあキック力のあるドリブラーのこの遠藤です。レナトが今ボールをセット、またボールの近くに柴崎も行きます。大きなブーイングを体いっぱいで受け止めながらフリーキック、いいボールが来た。梅崎胸トラップからラインは割っていません。先制ゴールの宇賀神がボールサイドに行きました。そしてまたボールにはレナト、今度は平川、確認しますと遠藤が先ほどまでレナトがいたところに入っていますね、はい、よくある交代のパターンですね、はい、で、トロキのワントップですね、その下に、レナトといった形に変わってきました。縦のツートップの関係、そのような形に見えます。吉松さん、下から見ていると4-1-4-1のような形になっていて、はい、山村をまた一つポジションを上げさせてますね。あ、そうですね。さあ画面では今途中経過もご覧いただいています。14戦負けなしの F マリノス先制、広島また1点を先制しています。それから岩田とセレッソ2-2、トゥーリオ出場停止の名古屋ガンバ相手にまだ無得点です。トスト清水も得点が入っていません。さあ右サイドを使います平川です。先ほどはここから先制ゴールのきっかけができました。中に入ってきて、アントラーズの最終ラインの守備はどうなんでしょう。まあ最後で取るという感じだと、まあ簡単ありますよね、レナトが逃げる動きで柴崎からレナトだ。この人は左利きですが、パスを送って遠藤、中に興梠入ってきた、ドゥトラは足元ですが、しかし後ろから青木だ、青木は浮かせた、ややボール の, この強さをコントロールしながらのシュートになりました。ちょっとこう詰まったような感じだったんで、ここでステップがなく打ったって感じでしたけどね、はい、ただこのところの青木の動きも非常に切れています。まあ、4-1-4-1は 4-2-3-1 という形がベースですよね、アントラーズは、はい、
ですから中盤の底に柴崎とやはり青木がいて、はい、あそうですね、それから右に遠藤が開いて、ね、左はドゥトラ、そしてトップ下のような形でレナと、最前線に興梠です。山村は今やはり見ますと岩政の横センターバックに入っています、はい、遠藤が中に入ってボールを取ってドゥトラへ、そしてそのまま左に流れていきます遠藤、そしてオーバーラップでアライバー上がる、もう一度追い越そうという遠藤、狭いところ使う、ジョルジーニョ監督は早くも手を打って前半の早い段階で大迫に変えて遠藤、そして最前線の興梠、今ボールキープ、レナトが中でプレー、どちらかというとゲームメーカー的な存在、そのプレーが得意なレナと中に入ってきています。まあ、これでもレッツがブロックしっかり作っちゃってますんでね、どっかで局面を破らないと難しいですね。となるとやはりサイドですか。まあ、サイドで広げる、その次でしょうね、広げるだけでは難しいと思いますね。アライバ中入ってきてシュート、ドゥトラはその後の跳ね返りのボールをうまくコントロールしきれませんでした。少しずつ、まあ、またレナトだ、レナトシュート、落ちるようなボールを打ってきました。昨シーズンは東州工大というチームからブラジルのポンチプレッタというチームでプレーして、6月の15日でリーグ戦を終えました。その後2ヶ月経って、1ヶ月以上経ってこの鹿島アントラーズに加入しましたレナトです。中盤の柴崎です。扇屋さんの笛がありました。さあ浦和レッズ1点は先制しました。そしてまたボールの近くに柏木、今日の柏木ここまでいかがですか。足元というよりもやっぱ抜け出そう、長い距離で何とかしようといういろんな工夫が見られますよね。永田が上がって左大きくサイドが空いている、ここはいいポイントになっていると思います両サイド、はい、グランダーのクロス、しかし落ち着いて、こちらも注目柴崎、この人には視野の広さがあります。このようにあのボールを持ち出した時の姿勢のいいドリブル、展開力もあります。右サイド西、アントラーズは1点は先制されてますけども、全くこう焦るような素振りは見せませんね。そうですね、前節もジュビロに先に取られてヘリキックで追いついてる、まあ、好調なチームだけに、まあ、慌てないということが言えると思うんですよね、はい、90分で勝ち点3を積み上げたい両チームです。今日昼間のゲームで神戸が札幌に勝ちましたが、それ以来のゲームはナイトゲームで行われています。現在の暫定の順位で広島首位、それから仙台に柏が3位で、浦和レッズ勝ち点35、首位広島との差が勝ち点5の差、4位で追っています。それからここは坪井が落ち着いた対応です。アントラーズの方は暫定の順位で13位、勝ち点29、首位広島との勝ち点差が11という現在の順位です。しかし早野さん、今シーズンのここまでを見ますと本当にあの、はい、団子状態といいますかね、まあ、混戦、まあ、近年混戦が多いんですよね。本命なき J リーグだと思うんですけど、はい、まあ、非常にこうやってみないと分かんないようなところが多いんですよね、ただその結果アジアで ACL の試合で、まあ、J リーグのチームに勝てない状況っていうのは、うん、さあ空いていた柏木だ、切り返してまだあるシュート、アントラーズはバーに助けられました。いや最後は梅崎だったでしょうか。ゴールインならず、そしてまだ柏木ボールキープ、いやレッズとしては惜しかったいや決めたかったでしょう、ただ柏木が1枚余って慌てずにね、相手の逆を取ってたんでね、そこから始まりましたからね、フィニッシュまでつながったのが。そして遠藤です、また左に流れてきました遠藤、
ブトラが従って中に入っています。ロンドンオリンピックを経験した山村、中盤の青木、レナトからドゥトラ、左サイド柴崎、正確なボールを洗い場へ、レッズボールのスローインです。レッズやっぱりこう2点目をいかに取るかということなんですよね。本当に引き分けが今シーズン多くて、これはジョルジーヌさんへの注意です。もっと落ち着いて、そういった扇谷主審のジェスチャーにも見えます。まあこれには浦和レッズサポーターが、このアントラーズ相手ということもあるんですけども、大きなブーイング。吉松さん、ジュニーニョ監督が声をかけているのは味方の選手、そうですね、頑張りなさいというような声をかけています。はい、そのジョルジーニョ監督です。まあチームの若返り、失礼しました。それからもちろん優勝を狙えるチームへの展望、そのあたりを背負っての今シーズンの指揮です。ジョルジーニョ監督はこの時間帯ですね、はい、前からプレッシャーに行きなさいというような指示も出始めました。なるほど、まあ、アントラーズとしますと、できれば前半の中で追いつきたいですよね。そうですね、まあ、0対0スコアレスの状態の時の指示の仕方と、1点ビハインドの時のゲームの残り時間10分切ったところでね、はい、もう一度こうエンジンをかけたいというところだと思うんですね。うん、右を使う、まだボールキープ、ここでクロスで遠藤が中に入ってきました。先ほどチャンスを作った柏木、簡単に右の鈴木へ、そして原口から柏木、ここはキープできればチャンスといったところでしたが、柏木が自分で行く。このあたりはボディバランスの良さも見せましたレナト、それから遠藤、パンチ力のあるシュートも魅力です。洗い場から興梠、興梠自身も毎年8月ってあんまり僕は点取れないんですよねと話していましたので、ここから頑張りたいと話していました。いや、この8月の下旬のゲームというのは暑さとの戦いの中で踏ん張りどころなんですよね。そうでしょうね、うん、この苦しい時に頑張って勝ち点を1なのか、もしくは3に持っていけたら、秋口になった時に楽になっていくんですよね。で、今2桁順位にいるアントラーズとしますと、欲しいのは勝ち点1ではなく3のはずですからね。その通りだと思います。ミドルを打ってきました。難しいバウンド加藤です。今日は午前中とそれから4時半頃から40分間ほど強い雨も降りましたけども、まあ、ピッチコンディションの方には早田さん影響なさそうですね。まあ、若干ボールが速くなることはありますけど、大きな問題ではないと思いますね。さあ今度は永田、スペースで梅崎、左で先制ゴールの宇賀神から原口、オフサイドない、シュート、2点目を取りました。浦和レッズ前半の39分、フォワード原口元気が取りました。いや、ここもシュートまでに至る過程、いや、ね、オフサイドにかからないようにワンステップ踏んで、はい、出てって止めてすぐ仕掛けてシュート、相手に守備をさせる時間がなかったですね。ここで今消えてますけど、一回止まってオフサイドにならずすぐ仕掛けて、これはパーフェクトですね。はい、シュートのこの角度コース、非常にいいシュートになりました。時間帯2点目、チームにとっては大きいですよこれは。引き分けが多い中で追いつかれての引き分けが多かった浦和レッズには待望の追加点です。さあまたスピードアップして、今度は梅崎から取り返した青木。さあアントラーズは2点を追ってのこの前半の戦いになりました。ドゥトラのシュートはバーの上、まあ、このシュートを見ても、レナとドゥトラ、それからまあ、その後ろにいる柴崎も含めてね、はい、浦和レッズの最終ラインにこう飛び込む選手がいないんですね。ですからどうしてもバックラインの前からシュートを打つしかできないということ、こうなる
と本当に最後のところの崩しの部分でしょうかね、そこまでまだいけてないなという感じしますけどね、その中で浦和は中盤である程度自由にボールを触って柏木あたりこういったボールが多くなって、左のサイドを使った攻撃もこの前半は有効に使えています。まあ、この右サイド、そして左サイドとポイントにしっかりしてますから、はい、そして柏木先制ゴールに絡んだこの柏木クロスだ、またここに牧野が上がってきた、ちょっと牧野蹴られた、ハンドです、ここは手に当ててしまいました、遠藤です。残り時間があと4分ほどになってきました、前半の戦いです。今日の浦和レッズは両サイドのポイントをハイサイドでしっかり取って、それに絡む選手もしっかり出てきてますからね、非常にいい流れでレッズを取ってますね、攻撃のテンポもアタッキングサードが速くなってますし、はい、またそのハイサイド右の平川ここにいます、それから逆サイド宇賀神が上がっています、一旦戻す、さあアントラーズとしますともう2点のリードですし、ちょっと何か変化をつけたいところなんですが、チームカラーとしてそうはっきりね取りに行くスタイルがないんで、はい、どこかでうまくボールを引っ掛けたりしたらここで取るとまで来ますよ。またレッズチャンス、梅崎中見る、まだ持つ、クロス相手に当たってコーナーキック、さあまたチャンスは浦和レッズです。今日はマルシオ・リシャルデス出場停止、シャドウの一角に梅崎です、はい、マルシオがいればボールの足元つけていろんなことをやろうとしますけど今日はいないということで、ポイントを両サイドに持ってきてそれからシャドウにというところ、非常にこう相手の裏をついているような感じがしますよね。さすがにそのあたりはよく研究してくるペトロビッチ監督です。さあチャンス、レッツコーナーキックからしっかりとここは一旦ボールを収めます。アントラーズはここでラインを上げる、そしてマークの確認に岩政が手を挙げた、中永田、この辺りもしっかりと前が見えている永田です。まあバックラインから牧野がよく飛び出したり、永田もこのようにボールを持ち上げる時があった、まあ、今のサッカー最終ラインからのビルドアップの中で精度の高いパスを出せないとね、守備はもちろん強くなきゃいけないですけど、はい、こういったもしかしペトロビッチさんは広島を率いている時にも、センターバックのストヤノフが持ち上がってそこから両サイドに展開するというサッカーもしてきました。そうですね、ですから展開力はやっぱりボランチの選手というのは中盤ですからありますから、その選手をセンターバックの位置に下げて、はい、そこから前向きにパスが出せれば非常に精度の高いパスがつながるということも考えたのがシステムチェンジなんですよね、今阿部が最初ラインにいますけど、はい、ここに阿部です。でこのようにボールを持ちながら、まあ、ワイドに展開する、チャンスがあれば縦に入れる、そういった攻撃が浦和レッズです。ハイサイド右の平川を使った攻撃です。逆にどうでしょうか、アントラーズのジョルジーニョ監督の頭の中にはどんなことがあるでしょう。いや前半ちょっと厳しいなと、帰りではロッカールームに帰ってからもう少し指示を出そうという感じに見えますけどね、はい、今ジョルジーニョの思っているように選手は動いてないと思いますね、はい、もうテクニカルエリアの最前線で再三大きなジェスチャーを交えながら選手たちに激を飛ばしています。一方のレッズのペトロビッチ監督は、まあ、腰は悪いこともあるんですけども、テクニカルエリアの中にパイプ椅子を置いてそこから、通訳の方を介しながら指示を送っています。なかなかねテクニカルエリアのパイプ椅子っていうのを見ないもんですけどね、はい、ああペトロビッチさんの方は今は足を組んでそして悠然と構えています。ここから遠藤スピードアップ、ルトラとのタイミング合わずファールだ。ちょっと危険なプレーでイエローカード、ルトラ。ルトラはこれで累積4枚目、したがって大迫ルトラ
次節出場停止です。今45分を経過して追加時間は2分です。ここまで前半はこれ早野さんもほぼ完全な裏ペースと言っていいんでしょうか。そうですね、まあ、守備に重視を置きしたチームですけど、アントラーズがちょっと引き気味になったところホームでもあるので果敢に攻めに行った方がうまく出てますよね、やっぱりポイントが入っておっとこれは危ない、プレッシャーっとこれ危険なプレーになりました。イエローカードが出されます。17番の永田、永田のイエローカード累積は1枚目です。いやレッドカード出るかなと思いましたね、危険なプレーになりました。ここです、足の裏を完全に向けて、これはレッドでもおかしくないですもんね、スリーバックの、まあ、真ん中を務めている永田、今シーズンのレッズ牧野、永田、坪井というスリーバックです。守りに入るときにはさらに両サイドが下がる、そういったシーンも多く見られます。ファールを受けたドゥトラ、京都サンガからの移籍です。3月に加わりました。7月の末に髪の毛も短くしたドゥトラ、かなり距離はありますけども、レナとは変化をつけてきた。ドゥトラ、アライバ、もう一度ドゥトラ、ここでコントロールミス、裏ボールです。なんか今のチームのメンタリティが出てますね。裏の方の守備の速さっていうのが2点差を表しているように動きいいですね、はい、追加時間ロスタイムは2分ですが、まもなくその2分になろうとしています。レッズはまずは前半の26分に宇賀神の先制ゴール、その後39分原口、ま、レッズにとっては待望の追加点が生まれました。そうですね、アントラーズは引いてしっかりブロックを形成する中でこの前半は無得点で終わりました。宇賀神のゴール、そして原口のゴールでレッズが2点をリードして折り返していきます。早野さん、この前半の戦いはどう映りましたか。あの浦和の積極性が功を奏している前半だったなと思いますし、鹿島のエンジンもう少し早くかけた方が良かったかなと、2点目が痛いなという鹿島ですけど、後半巻き足期待したいですね。そうですね、準備ができましたらペトロビッチ監督の声もお届けできると思います。気持ちを強調したジョルジーニョ監督、さあ後半どんな戦いになるでしょうか。今リードしているレッズのキックオフで後半の45分のスタートです。前半終了時とメンバーは両チーム変わっていません。レッズは今またボランチの阿部が下がってボールを受けて、またサイドを使った攻撃、牧野からゴールキーパーの加藤へ、そしてセンターバック3バックの真ん中の永田、そしてまた阿部が最終ラインに吸収されて、その前に鈴木啓太がいます。裏を狙った攻撃、今日1点目、2点目の原口、そして先制ゴールの今宇賀神が絡んで、またチャンスだ、シュート、まだある柏木、視野の広さを見せる、サイドをまた使う、平川から一旦ここはスピードダウン、そして坪井、中盤の鈴木、同じく中盤の阿部、ポストプレーを使って左に牧野上がってきた、笛がありました、牧野倒されてファール、イエローカードが今遠藤に出されました。累積3枚目になります。さあ早野さん、この45分の後半の立ち上がり、ちょっと注目していこうかと思ってたところなんですけどね。そうですね、後半、やはりアントラーズがドレッシングルームでかなりこう気持ちいい入れられているんで、はい、今のプレーもそうだと思いますけど、変化をつけて柏木、ここもルーズボールはレッツ、クロスが入ってきた、遠藤のクリア、阿部は簡単に左へ、柏木、ここも簡単に入れて、永田が飛び込んできました。いや、レッズは2対0を守ろうとして後半入ってませんよね、もう1点取りに来ているというふうに見えます。はい、ペトロビッチ監督のあのハーフタイムのところのインタビュー通りです。
どのように点を取っていくのか。アントラーズの後半のメンバーです。ゴールキーパーが曽我畑、西、岩政、山村、そして新井場のフォーバック、で青木と若い柴崎、レナトが前半の途中からトップ下のような形、ヌトラ、エンド、そして最前線に興梠です。中盤もこの辺りもボールを持てます。浦和遠藤がプレッシャーをかけに、いや青木が行きました。遠藤です。そして阿部、遠藤、柴崎は落ち着いていますが、そのパス通らず。20歳の柴崎です。悪い時は悪いなりにそれができなきゃダメなんです。そういうコメントを昨日、してくれました。まあ、柴崎見てると、ガンバの時の遠藤の、ね、若い頃に非常に似てて、フルスピードで何かして頑張ってやるって感じじゃないですけど、非常に読みの速い選手で技術もしっかりしてますから、はい、周りもうちょっと動くと。さあレッズがチャンスだ。パス使う、クロスだ。ここは西が絞って落ち着いていました。はい、アントラーズの柴崎の周りの選手がもう少し動くと柴崎の選択肢がもっと増えるんじゃないかなと思うんですけどね。いつもは小笠原がコンビを組んでますけども、はい、今日は小笠原やな、青木とのコンビですけども、まあ、小笠原の方がもう少し前めに行ってボールを奪ったりするんで、柴崎は少し前めでこう前に向いてプレーできるというところなんでしょうけど、なかなか今日はその辺が取れてないんですよね。下がっちゃってるってこともあると思いますけど、ここ効いてますよね浦和。いやまた右のサイドからだ。原口入ってきた、シュート、タイミングは完璧でした。あ、オフサイドですか。あ、フラッグ上がってますね。しかし素晴らしい飛び込みでした。今のプレーがアントラーズにはないんですね。ここです。もう一度見てみましょう。裏に飛び出す、オフサイドになりましたけど、はい、これ胸で入れようとしてますけどね。アントラーズのジョルジーニョ監督が気持ちを強調しましたけども、逆にレッズの原口に気持ちが現れていました。さあアントラーズはここから右サイドバックの西上がる、自分で駆け上がっていきますが、これ笛がありました。アントラーズの西の方のファウルです。まあ、前半から見てね、その高いレッズの最終ライン、まあ、5人4人にしても、はい、そこに白いアントラーズの選手がこうそばにこう裏を取ろうとかという仕掛けがほとんどないんですね。それは仕掛けられないんですか。やっぱ人数足りないと思いますよ。まあ、一つシュートの場面でもミドルシュートが多くてなかなかエリアの中で打てないですから、どうやってこのゴールの近いところまでボールを運んでいくか。まあ、一つには利点でもあるんですけど、デメリットでもあるのレナートにしろドゥトラにしろ遠藤にしろ足元で一回欲しがる選手なんで、フリーランニングをする選手がここにいないんですよね。はい、ですからその1人がボールを持ったら2人が最終ラインのところに入っていって近くで受けるということをすると、レッズのディフェンス陣もちょっと落ち着いてられないんじゃないかなと思うんですけど、大丈夫ですか。ちょっとこれがまだ起き上がれませんね。浦和レッズのリザーブに入っているメンバーもご紹介しておきますと、まずゴールキーパーの山岸のほか、空中戦に強い浜田、それから強烈なミドルもある野田、中盤のプレーヤーでは小島、パスの精度が高くて高さのあるデスポトビッチ、スピードのある田中、ポポというメンバーが入っています。ちょっと大丈夫でしょうかね。今担架に乗せられて、今ピッチ上の選手からは大丈夫という合図が出ましたね。そうですか。ちょっと出血をしているのかもしれません。あ、そうですね。額のあたりを今タオルで覆っています。意識はしっかりはしています。今日は雨は降りましたけども蒸し暑い中で、あ、やはりこれちょっと血が出てますかね。ペトロビッチ監督は落ち着いたまま指示を送ります。1人少ない中で宇賀神が外に出たままでまだ行われています。一応先ほど野田には一声かけました。はい、そしてこのようにしっかりと止血をしてピッチに戻りそうです。宇賀神です。宇賀神は今日の先制ゴールを挙げて非常にいいシュートでした。さあアントラーズはそのレナと足元の欲しがって、こういったところでレナとは自信があると言っていましたけども、ドリブルからのラストパス、
そのレナトはゲーム開始直後には右に開いていましたけども中に入ってきています。浦和レッズの今フォーメーションをご覧いただいています。ゴールキーパー加藤、3バック坪井、永田、牧野、両サイドをうまく使えています。平川と宇賀神、特に宇賀神先制ゴール、さらには柏木がやはりチャンスを作って原口も今日はシュート1本決めました。2点目。ここまでは流れが非常にいい浦和レッズです。しっかりと曽我畑が時間をかけますけども大きなブーイングは浦和レッズ。ドゥトラ、レナトです。左サイドバックアライバが上がってきます。レナトボールキープ、ドゥトラが中へ、ボールの近くに来ました。ここもあまりこのパスのスピードは上がりません。さあ早野さん、ここからなんですけどね。そうですね、なかなか崩せません。こうなるとレッズの守備というのは硬いものがありますんで、これでまた柴崎が、面白いボールを入れてきました。そしてもう一度です。どこかでダイレクトプレー、ワンタッチプレーがあると崩せると思いますけどね。さあ中に入ってきた。しかしここも外に出す牧野、西から中、遠藤のシュート、永田に当たってコーナーキックに変わります。はい、今は遠藤の強烈な左足のシュートが来ました。ただこのシーンでもバイタルで前を向けて、シュートを打てる時間があったということですね。はい、一つこういったプレーもヒントになってきそうです。コーナーキックのチャンス、岩政が上がってきた、それから山村も上がってきました。近いところシュートの岩政、1点を返しました。アントラーズ、ジョルジーニョ監督の言葉通り、まず日本代表の岩政が気持ちを見せました。ですよ。まだ勝ってますけど浦和が、はい、しかしこれ流れがね。そうなんです、まあ永田を振り切って後ろから飛び込んできました岩政。こういった空中戦は非常に迫力があります。体ごと入れましたよね。187センチ、30歳になりました岩政、今シーズン2ゴール目。逆に今度はまた柏木が持って、面白いボールです。しっかり見ることはできませんでした。ただああやって仕掛けてるっていうことはやっぱり攻撃性が出てますんでね。はい、それから早野さん、まあ、セットプレーの中で1点を取りましたけども、あとはアントラーズ流れの中で。そうですね、ただこの2対0から2対1に早い時間になったことっていうのはアントラーズにとってはいい流れを持ってきたなというふうに見えますけど、はい、ここで浦和がどれだけまだ攻撃性を保てるかでしょうね。守りに入るにはあまりに早い時間帯。さあそして先ほど止血を終えました宇賀神はそのまま左サイドでプレーしています。ようやくこの後半に来てアントラーズのサポーターのボルテージが上がってきました。そのアントラーズは左の洗い場から中盤の早野さん曰く遠藤のようなタイプの柴崎、そして青木を経由して右サイドバック西、ルトラが中に来て前でボールを欲しがる。今度は遠藤がクロスしながら中へ、ボールキープ青木です。この人は展開力もありますが、左への展開、この後ですね、この後どうするか。真ん中エリアの中からのシュートを増やしたいアントラーズ。アライバボールキープですけども、いやここは平川がうまく体を入れました。坪井に戻す、レナとプレッシャー、もう一度アライバ、少しずつ前から取りに行くようなそんな姿勢も伺えます。そしてこのボールを追いつけばといったところですが、柏木追いつけませんでした。まだ後半11分12分のところですけど、レッズの後方の選手がどれだけ運動量を保てるかっていうのをちょっと注目して見てみたいですね。レッズの方ですね、はい、はい、
流れがアントラーズに来ているだけに列がやっぱり後ろの方の選手がメンタル的に守りに入ると運動量が減ってくると思うんですよね、はい、そしてまた今度はこれでこの人スピードがあるドゥトラだ、ドゥトラだ、ドリブルで持っていく、最後ボール流れました。まあレッズの方もちょっと悪くなり始めた流れを感じているのでしょうか。2対1と1点差に詰め寄られて、ペトロビッチ監督は椅子から立ち上がって今指示を送っています。牧野の攻撃参加もあります。レッズ牧野の加入で本当にこのチームのムードというのが、いやこぼれ球もアントラーズにしますよ、流れがこの辺りもアントラーズだ。青木が上がっていく、遠藤はシュートを選択だった。ドゥトラ落としてレナト左利きです。パス選択、中使うドゥトラ、ここも柴崎、先を読んだヘディングでのパス、一旦返して山村、さあ柴崎から西、遠藤、ボールがつながり始めているアントラーズ、1点を返しました。そのゴールはこの人岩政、オリンピックから帰ってきた山村、左サイドバックは洗い場です。今シーズン好調洗い場、そしてレナとまたボールを持つ中、コオロキ、ちょっと遠藤のポジショニングを確認している間にボールを奪われる、そして柏木だ、この人は運動量はなかなか落ちません。一旦スローダウンから鈴木、ここもタイミング合いませんでした。さあそれでは他会場の結果と経過もお伝えしてまいりましょう。昼間のゲームで神戸が4対2と札幌を下しています。それから16位の大宮が FC 東京に対してリード、14戦負けなしのマリノス2点目を取っています。それから首位の広島は新潟に対して2対0とリード、磐田セレッソ大阪2対2、ガンバ名古屋に対してリードです。ここをリーグ戦で4年間名古屋から勝ち星のない名古屋が、いやガンバが今リードしています。鳥栖と清水はまだ両チーム無得点です。徐々にアントラーズがその盛り返しをしながら岩政のゴールで勢いがついてきました。ここはしっかりブロックを固めて守りを固めます。レッツとしますと引き分けが多い中で、追いつかれての引き分けも多い中で、なんとか勝ち切れるかどうかといったところが今日の勝負。さあ柴崎、簡単に前へドゥトラが飛び出す、レナとボールキープ、レナとまだ持っていく、ちょっと周りに動きはなかったか、レナとが飛び出す、抜く、いやこれはレナトとしますとね、納得のいかない判定かもしれませんけども、例えば攻守の切り替えもアントラーズが早くなってきてるし、ボールを持った選手への周りのサポート等はいかがですか。アントラーズは以前より早くなってると思いますけど、絡みということに関して言えばもうワンタイミング早くてもいいんじゃないかなと思いますね、ボールの。はい、この時間帯をどう乗り切るかでしょうね、裏。これ一番辛い時間帯に差し掛かってきます。後半の15分から16分、だから攻撃でちょっとミスがね、出るというのはやっぱり守備にも影響すると思いますね。はい、浦和の状態がちょっとこの後半は上がってきません。持つ時間、守備に回る時間も長くて体を動かせられています。そして柴崎、右の遠藤、パスは通りませんでしたが、このアントラーズのサポーターの声が何か前半よりもかなり大きくそう感じます。序盤のスタートダッシュに失敗、その後から盛り返してジョルジーニョ体制、その目指すサッカーが浸透してきたアントラーズ、徐々に順位を上げて勝ち点29、ただ本戦の J リーグで上にも下にも行く可能性のある戦いです。またレナトが絡む、ドゥトラ
ここは引っ張られた、ファールだろといったところで今鈴木啓太にイエローカードが出されました。鈴木啓太はこれが累積3枚目。いやね、レフリーに当たって相手にボールになるっていうのはあんまりこうイメージの中でないので鈴木啓太もちょっとびっくりしましたね。ただアントラーズの方は柴崎がボールをこのように触る回数も増えて、それからレナトがドリブルで持つケースが早野さん目立ってきましたけどもね。そうですね、ボールを触る回数が増えるとちょっと危険な選手だと思いますよ。はい、日本のサッカーは組織だっていい、それからスピードが速い、その中で判断を早くすることが成功のポイントと昨日話したレナトです。一旦ここもゴールキーパーに戻す曽我畑、そして柴崎がこのスペース、ちょっとずつこの列の動きも思うように、動けなくなってきました。その中でこのようにスペースが生まれてパスつながるアントラーズ、そして西、飛び出したドゥトラ、こういうところに入ってくると、ちょっとしんどくなってくるレッズですが、クロスだ、あっと、いやーコーナーでした、平川もわざとではありませんけども、ここはボール割ってしまいました。さあ先ほどはこのコーナーキックから得点を挙げたアントラーズ、また岩政がここで上がっていきます。3勝1敗1分けアントラーズ、レナトが蹴る、ヘディングは打たせない、柴崎判断よく飛び出す、もう一度柴崎は倒れていますがファウルもらった、判断よく飛び出していった柴崎です。今口の動きを見ますと大丈夫といった、そのような口の動きにも見えました。まあ、ちょっとここはね、つぶりが遅れてしまったという感じになりましたけど、逆に言えば柴崎が前半と違ってちょっと目が覚めたかなと。そうですね、青森や、ああジュニーニョ良いですか、スピードのあるジュニーニョです。アントラーズはいいポジションでフリーキックですよ、ゴールほぼ正面、もう一人だけボールのところにレナトが私が蹴りますというオーラを出しながらいますけどね。その周りには、まあ、ここは柴崎はボールからは離れていきます。前節のね、フィールド戦でもこれよりちょっと右だったかと思いますけど、見事な決めてるんですよ、精度の高いフリーキックが一つ持ち味、昨日一昨日のフリーキックの練習は本当にコーナーの厳しいところにもボンボン決めていましたレナト。レナとの J リーグ初ゴールが今早野さんからお話があった岩田戦でした、フリーキックでした。吉川さん、ここでジュニーを入れますね、ドゥトラと変わって入ります。はい、杉澤アナウンサーのリポート通りで、この蹴る前に、メンバーをチェンジします。アントラーズはこれが2人目の交代、スピードあるジュニーを入れてきました。そしてフリーキックです。早野さん、キーパーの読みはどっちですか。キーパーはジュビロ戦を見てれば、はい、キーパーの左手の方だと思うんですけど、なるほど、レナト、そこの方向だ、読みがきっちりですね、夏だけど読書の秋できっちり読みましたねよ。そのゴールキーパー加藤です。さあアントラーズのペース、攻勢が強まっている中でジュニーニョ入ってどうしますかね、アントラーズが、ジュニーニョのポジションまた確認しようと思いますけども、まあ最前線の攻撃は変わらずそこで2トップでジュニーニョなのでしょうか、それとも、まあ、レナとはまあトップ下のような位置は変わらないと思います。あ、左行きますかね、レナとは左行きますか、これ見てるとジュニーニョが一番前ですね。
そしてレナトが左に回って、ボールの近くに行った興梠がこの位置です。興梠がレナトのときは 4-4-2 に変えたか。こう見ますと 4-4-2 に見えますね。でプレッシャーをかけに行ったのが今レナト。西のヘディング終盤で阿部、岩政の飛び出し、いや動きが良くなってきましたよ。アントラーズ、アントラーズはエンジンがかかって遠藤、原口ショルダータックル。さあ今は流れはアントラーズです。この中で早く追いつきたいアントラーズ。またフリーキックのチャンスです。ここ5試合3勝1分け1敗、勝ち点をどんどん伸ばしているアントラーズ。水分補給を終えた柴崎、キックの精度も高い遠藤がどうやら蹴りそうです。岩政が一番遠いサイド巻いてきて、ちょっとキーパーと接触するような形になりましたけども、そのままプレーは続行されています。西、柏木がここは体力を使いながらボール球際に行く。柴崎から山村、また散らされるとね、レッズの疲労度高くなってくると思うんですけどね。これ左右に動かされますもんね。レナトからジュニーニョ、ジュニーニョは左に回せと言っていますけども、最前線へ柏木、これはもう原口の動きを読んでいました。ここはファウルありません。ちょっとレッズやっぱ前線に上がってこれないんですよ。となるとこれかなり疲労が蓄積している。そういった中でまだ浦和レッズの方は交代選手はありません。そろそろ動いてきてもおかしくない時間帯。レッズここも攻め上がりがない。原口受ける、ノーファールで取ったアントラーズ。中に入ってきた遠藤、しかしそこは牧野が読んでいました。ちょっと遠藤ミスの回数が多いですね。気持ちは前に出てるんですけどね。牧野の攻撃参加だ、牧野だ、牧野シュートに行った。最後はゴールの前まで駆け上がってきました牧野。さあペトロビッチさんはまたパイプ椅子に腰を下ろしました。この中で浦和レッズがなかなか動きが重たくなってきている中でのセットプレーになります、まあ、浦和とすればこういうリスタートでね、3点目が取れればもうすごく落ち着くと思いますし、打撃を与えられますけど、はい、このまま時間がまだ20分ぐらいありますので、疲労の蓄積が心配ですね浦和の方はね。何せ引き分けが多い中で、引き分けが全部で8つありますけども、はい、その中で追いつかれたゲームが6つありますからね。ですからこの辺のところがね、チームにとってこうトラウマ的に残ってなければいいんですけど、はい、柏木が蹴ります。精度の高いボールが入ってきそうだ。ゴールの正面、遠藤、レッズボールのスローイン。でこれ柏木ジュニーは最前線残ってるんで、はい、カウンターに入ったらなかなか止められないと思いますんでね。前世紀ほどではないんですけども、とにかくやはりスピードがあります。ありますよ。梅崎中見る、今日はツーシャドウの一角の梅崎、すごい上がる。レッツはなかなかシュートに行けません。さあバックライン、両監督が大きなジェスチャーでポジショニングを指示。ケータの上がり、梅崎はそこにはボールです。一旦前半と違って、ね、前にボールが入らないですもんね。そしてその中で柏木だ、ちょっとここもコントロールミス。そして柴崎、この辺りも強くファールがなくそのまま運んでいく。攻撃でいいの良ければ僕も点を取りたいんですと話した柴崎。ジュニーニョだ、遠藤シュート強烈。しかしブロックにあって
今度は浦和ですが、なかなかスピードが上がらない浦和。なかなか浦和の流れに来ません。さあ浦和レッズとしますと疲労が蓄積する中ですから、あーここも、いや柏木ここはよく踏ん張りました。やはりコンビは重いですね。重いと思いますね。両サイドにボールがピシッと入らなくなってきたっていうのが浦和にありますから、はい、攻撃の厚みがなかなか今できてないですね。その中で柏木だけは走り回っています。長袖でも一番走ってますよね。暑い中でもずっと長袖の柏木陽介ですが、あの本人に聞きますと、まあ、汗を吸い取ってくれるという理由と相手との接触プレーの時に相手の選手の汗が出ないと。吉野さん、はい、どうぞ。デスポトビッチ呼ばれましたレッツです。リポートの通り今ビブスを脱いで、そして高さのあるデスポトビッチが向かいます。浦和レッツは初めての選手交代。さあアントラーズジュニーニョスピードがある、クロスアップ、ゴーキックのような形で入れてきた。ジュニーニョはそのままスローインに持ち込みます。さあレッズは初めての交代は誰と交代するでしょうか。山村そして柴崎、タッチ数が増えてきました。この後半左で洗い場、遠藤は中盤を動き回っています。遠藤が触って狭いところを狙おうとする。ここからの動きがなかなか上がれないレッズ。柏木がその中で絡む、倒されてフリーキック。そしてその柏木に代わってデスポトビッチ。早野さん、この交代の意図は？前線でポイントを作りたくて、柏木のコンディションもいろいろあると思いますけど、原口が今日いいので、はい、原口を下げるという選択じゃないかなという気がしますけどね。このところは原口がワントップのような存在、まあ、ここでデスポトビッチを最前線に置いて、そしてその下で、梅崎と原口といった形になるんでしょうかね。そのような感じがしますけどね。吉松さん、はい、逆にあのアントラーズの方はその交代を見て、はい、今本山が準備をしてますね。運動量、まあ、気の利いたプレーのできる本山です。さあ経験値高いですからね本山は。こういったところでその経験豊富な選手の貴重な財産の経験が生きてきます。さあデスポトビッチはやはり最前線に今行っています。そこに山村が入りました。レッツは今最前線デスポトビッチ、そして梅崎はこの位置にいます。そして逆のサイドやはり原口が、シャドウの一角に入りました。左に宇賀神、右ワイドの位置に平川、そして、ボランチに阿部と鈴木といったメンバーになっています。本山が先ほどのリポート通りもうスタンバイ OK です。レナトに変えるようです。レナトも疲労が蓄積する中で汗びっしょりかきながら後半はタッチ数を増やしました。さあアントラーズは3枚目の交代は本山。早野さん残りが15分です。いやここは両チーム辛い時間だと思いますね。リードしているのは浦和です。ただ勢いはアントラーズです。さあ浦和飛び出した西、そのパス通らず青木が元気にここまで来た、クロスだ、ちょっと伸びた、ちょっとかぶるような形になってしまいました曽我畑。しかしここは事なきを得ています。浦和のカウンター追いつけるかな。いや山村がここは追いついて柴崎へ、レナト、どうやらレナトとこの本山が交代です。ドリブル、それからフリーキックの精度のあるレナト、今日も存在感は見せました。そして西、レナト、山村、山村が上がって、ここが次長です。そして最終ラインには岩政がどっしりと構えています。青木が降りてきました。最前線のジュニーニョは右に左へと動き回っています。ジュニーニョに代わってコオロキが下がってきました。もう一度コオロキはジュニーニョとそれから西の位置あたりを確認しながら今ポジショニングを取っています。西、そ
して青木から縦へのボール、ここでレナトと本山交代。3枚目のカードを切りましたジョルジーニョ監督。ここから13分間の勝負でさ、アントラーズ。それからレッズはここは踏ん張りどころ。ジュニーに降りてくる。また柴崎、落ち着いたパスを送る。今のところで本山がバイタルでツータッチしましたけど、テンポアップしてエンドへのスルーパスと、はい、狙ってますよね。この辺りがあの経験なんでしょうかね。その本山が今スペースに顔を出して右の遠藤に遅れた指示。逆のサイドに洗い場が上がっていく。ボールの近いサイドに今本山が上がる。背番号10、中へパスを送るジュニーニョではなく遠藤。今度はジュニーニョ、西が上がってきた。ジュニーニョシュート。面白いタイミングで打っていきました。これにはジョルジーニョ監督も2回3回と飛び上がって残念がありました。いや一瞬の隙でした、はい。ユニフォームが全く逆にあったような、前半の浦和のような攻撃をする鹿島と、はい、鹿島のような守備をする浦和のように見えてきましたよね。そうですね、途中でユニフォーム変えたんですか。いやいや、確かにその浦和の方はサイドが全く使えなくなっています、はい。でちょっと守備ラインが下がってくるというところは非常に似たような点が出てますよね。それで逆に中盤の柴崎、まあ、交代しましたけどもレナトのタッチ数が増えて主導権を握っているアントラーズです。柴崎はこういったところも落ち着いて正確なパスを送ります。ほとんどミスはありません柴崎。そして青木へ、左サイドは空いていますが、ここからジュニーにはいつでも飛び出せる体勢に入る。もう一度バックラインで回します。最前線を見るとジュニーニョと興梠が適度な距離を取りながら張っています。そして洗い場へ、さあアントラーズチャンス。コーナーキック、本当にこの立ち上がりましたけど、レッズの最終ラインでアントラーズが勝負を仕掛けている機会が多く増えてますよね、はい。前半はほとんどなかったんですけども、残り時間が10分余り、1点を返したその岩政が上がっていく。それから山村も上がっていく。青木も上がっている。ちょっと岩政があってから永田がついていますが、山政フリーだ。いやー、突き切れなかった。永田が見てはいたんですけども、岩政最後フリーになりました。悔しがってましたね。完全に振り切ってここでフリーだっただけに、当て損ねたっていう感じでしょうね。岩政としたらこれ同点に追いつくチャンスでちょっと残念がありました。吉松さん、はい、レッツ田中達也準備です。スピードのある田中達也を入れてきます。チーム全体にスピードが消えていく中で梅崎に代わって田中達也。この交代の前のタイミングで一度小島にも声をかけていました。あ、そうですか。中盤の小島ではなく、ここに来てペトロビッチ監督が交代として送るのが田中です。さあ、これまあ疲れもあるんでしょうけどもね。あると思いますよ。残り時間があと10分を切ってきました。早野さん、これ浦和が勝ち切るために何が必要になってきますか。守り切るだけの気持ちを捨てて、攻撃の気持ちを少し足すことだと思いますね。となると田中を入れたエッセンスはそのあたりなんでしょうかね。それだと思いますよ。これは守り切ろうとしたら流れ的に、ね、アントラーズに今ありますからね、部が、はい。引き分けのゲーム8つ、そのうち6つが追いつかれての浦和レッズの引き分けのゲームです。流れの中で今日2得点。スローインです。再三攻撃参加がある牧野。牧野がレッズに加わったことでまたムードもかなりチームの中の明るさを足しています。
いやポジティブですよ彼はね、はい、スローインはゆっくり入れる宇賀神、今日先制ゴール。ああ、これ遅延行為取られましたかですね。ここで、はい、もう一回ですけど遅延行為ですね、投げられないですか。イエローカードは出されましたね、はい、もう一度宇賀神やり直し、そしてレッツボールはキープできない、後ろから押すような形でアントラーズのフリーキックに変わります。もう俺はやっぱり攻撃の2枚デスポトビッチと田中達也を入れてるんで、はい、変わった選手をもうどんどん使うことですね、疲れてないわけですからフレッシュな選手ですね、はい、デスポトビッチには高さがありますが、まあ、この人はどちらかというとこう広く動き回ってボールを引き出すタイプです。おっとっとっと、これ最初のやられました。ジニーニョクロスだ、登録の前でなんとか加藤がボールを取りました。今シーズン正ゴールキーパー加藤、そして攻撃参加がある牧野。牧野も行けるときはまだ行っていい感じですか。いや、やっぱり前線でボールがちゃんと収まればね、無理に行く必要は僕はないと思いますけど、はい、この辺りが柏木が言ってた我慢することかもしれません。勝っている時に無理に上がる必要は僕はないと思いますと、うん、そういう話をしていました。アントラーズも残してますからね、枚数を前線でですね。中で荒岩から西へ、柴崎がボールの近く、さあボールのところに入ってこいというジョルジーニョ監督、柴崎。いやー今も簡単には見えますけども、アウトサイドの非常にいいパスでした。さあ残り時間があと6分余りです。レッツ3人目の交代です。野田が準備してます。ミドルシュートもある野田、ただ一旦今止めました。やっぱりちょっと疲労きてますもんね。これはもう3枚目のカードですから、ペトロビッチ監督も、まあ、足をつっているメンバーがこれ何人か見えますから、その中で当初描いていた選手と違う選手と交代させる場合もあります。一旦ここは待っています。野田はただスタンバイ OK。 宇賀神、平川っていう両サイドがまあよく動いてるということですよ。あの前半は本当に飛ばしに飛ばして結果的に2点の原動力となりました。宇賀神に変えて野田入れます。もう宇賀神も何かこう走る姿を見ると、筋肉がちょっと硬直しているようなそんな形です。宇賀神がその野田に声をかけて、宇賀神のポジションに野田がそのまま入ります。ペトロビッチ監督も宇賀神とがっちり握手。さあ逃げ切れるか、あと5分、浦和レッズ追いつけるか、アントラーズ。両チームともこれで3枚の交代カードは全て使い終えました。あとはひょっとするとジョルジーニョ監督が言ってた気持ちの部分が大きくウェイトを占める可能性もあります。そしてスピードのあるこの人はフレッシュ、田中。坪井が上がってくる。先ほど足をつっていましたが大丈夫、平川。その平川手に触ったようにも見えましたけども、そのままプレーが続けられる。田中達也一旦戻す。もう一度田中、ね、中にはデスポトビッチ、はい、しっかりキープすればいいと思いますよ。逆サイドに開いているのは先ほど入った12番の野田です。平川、アントラーズボールに変わりますが残りが4分になってきました。いや腰の痛いはずのペトロビッチ監督はずっと立ってますよ。あのパイプ椅子を置いたまま、もうテクニカルエリアを出てますから、ね、ライン際まで行っています。両チームのサポーターのまたボルテージが一段と上がってきました。アントラーズの方も運動量は落ちています。その中で柴崎、西、いやー裏取れたか。ジュニーニョ、マキナの裏を取ってクロスだ。惜しい飛び込みでしたがまだアントラーズ、まだあります。コロキは動き直す、サイド使う。コロキは飛び出した、後ろからジュニーニョ、その前にカット。
デスポトビッチボールキープ、サイドはちょっと追いつけない原口、残り時間があと3分。いやー、両チームともきついところですけどね、もう原口も腰に手は当てていますが、しかし非常にこの視線はしっかりとしています。ジョルジーニはスペースに選手がどんどん出てくるように指示、そこには興梠、ここはアシスタントレフェリーに対してもジョルジーニの艦隊引っ張ってるじゃないかとそうアピールをします。気持ちは分かりますね、この人は本当にあの現役時代から情熱を持ったプレーというのも持ち味でしたからね、はい、さあ元山跳ね返す、ここでまた時間は使えます、残り時間があと2分余り、まあ、今マギノのプレーなんか一番いいんですよ、はっきりしたプレーをすることなんですね、はい、ドイツではなかなかプレー機会がなく、この浦和レッズに期限付きの移籍で加わりましたマキノ。西ボール入れる柴崎、左に展開、さあ浦和はここで重くなった体を懸命に動かして守りに入る、アントラーズ逆に遠藤が飛び出していく、その遠藤へパス通らず、あと1分半とプラスロスタイムがどの程度残っているか、レッズが前半のうちに2点を先制、後半に入って岩政のヘディングシュートで1点差、その岩政からの右へのパス、西とそれからフレッシュの野田です、もう一度柴崎、相手のデスポトピッチの体の動きをもう察知してここでボールキープ、あっと後ろから田中だ、あこれもカードが出そうだ、これ柴崎に対してのイエローカード、あれがやっぱり途中から入ったフレッシュな田中と、ちょっと疲れの見える柴崎の違いですね、はい、89分間ピッチに立ってた人間のちょっとした違いですね、はい、柴崎累積3枚目、そしてここで埼玉スタジアムはウィーアーレッズの大コール、残り時間少なくなる中で逃げ切りたいレッズ、フレッシュな選手ジュニーニを中心として追いつきたいアントラーズ、この浦和レッズのサポーターの声が選手に何らかのエネルギーを足していると思いますね、まあ、両チーム赤を基調としていますけども、当然といえば当然でホームチームのレッズファンがかなり埋め尽くしています、手を叩きながら選手を鼓舞するこのサポーター、その中で同点ゴールを狙うアントラーズは遠藤、さあロスタイム、ロスタイム5分だ、早野さん5分あります、いやいやこれはレッツの方は、長いねというふうなイメージ持ってると思いますけど、逆にアントラーズは5分あったらこれまだいけるっていうね、いけるとそのアントラーズのチャンスです、ここはしっかりとセットプレー、先ほどはコーナーキックではありましたけども岩政がフリーといった場面もありましたのでしっかりとつかなければいけないレッズ、その岩政はまた永田がついていますけども振り切ろうとする岩政、今最前線入ってくる、ここからレッズ、さあいけるかな、おっと牧野倒された、ジュニーニョか、いやジュニーニョですね、ジュニーニョですね、イエローカードジュニーニョ、ジュニーニョは累積2枚目、今日はこれでイエローカードがアントラーズは5枚、それからレッズは3枚出ています、合計8枚のイエローカードが出ています、アントラーズは一旦ここで守備確認、ディフェンス4枚、中盤2枚、それから 4-2-3-1 のような形で守っている、レッズはサイドがなかなか使えずにシュートまでいけない、落ち着いて柴崎が絡む、興梠流れ来ましたね、その柴崎上がった、見て中4枚クロスター、フリーだ、ジュニーニョその前に入った、阿部が入りました、
ントラーズはここで一旦ボールと原口が行く。原口が気持ちを見せた場面でした。それからレッズのペトロビッチ監督はしっかりとラインを上げるように指示。山村、青木、最前線の動き出しはないが興梠へ、遠藤、坪井がつくサイドからのクロスだ。柴崎入ってきている。この辺りの柴崎の連続、ジョルジーニョ監督はもうシャツ脱いじゃいましたね。シャツどっか行っちゃいましたね、そして本山、遠いサイドだ。まだまだ岩政がこのまま残っている。岩政の頭の上、ジュニーニョ倒れますがファウルはありません。ゴールキック、ロスタイム5分のうち間もなく3分経過しようとしています。ペトロビッチ監督はね、浦和の監督はさっきからずっと規制のポジションにしっかりバランス取れっていうようなことをね言って、はい、サイドの高いところにボールを持っていきなさいという指示をずっと出してるんですよね。もうペトロビッチさんはエリアを完全に飛び出しています。大きな声で指示を送る。高いボールでクリア。さあラスト1分半の戦い、山村上がる、ペトロビッチ監督はまたここで守備に対する指示を送っている。それからジョルジーニョさんは早く送れと。山村のドリブルで攻撃参加だ。そのまま上がる、クロスだ。味方が重なってしまった。つないで山村倒れる。腰を打ちつけましたがゴールキーパー加藤キャッチ。いや、逃げ切りたいレッズ。残り1分、山村も腰を打ちつけていますけども立ち上がった。おっとこれは、さあチャンスだ。ジュニーニョシュート、しますね。短い時間でタイミングのない中での柴崎のシュート。いやー、ペトロビッチ監督はキーパーの加藤どこに投げたのかっていうね、頭抱えてましたよね。はい、さあ間もなくロスタイムの表示の5分が近づいてきた。前半2点リード、後半1点を返したアントラーズ、わずか1点差。今アントラーズのスタッフがボールボーイになってましたけど、はい、もうこれ急ぎますからね。 あまり 見ない光景なんですね。それからジョルジーの監督はもうエリアを飛び出して分身のところまで駆け寄っています。さあラストボール止めるかどうかでしょうね。目安の5分台に入った。まだ笛を吹かない。ボールキープ、5分台はもう過ぎています。勝ち点3を取れば勝ち点38に積み上げられます。浦和レッズ首位戦線、この優勝争いにぐっと食い込んでくるレッズです。ここで試合終了、浦和レッズ逃げ切りました。なんとか逃げ切った。最後は立ち上がりながら腰が悪い中で指示を送ったペトロビッチ監督。ジョルジーニョ監督はもうシャツを脱ぎ捨てての指示を送っていました。いやー、早野さん、なんとか浦和レッズが疲れながらも逃げ切りました。まあ前半の裏から比べればちょっと攻撃性が衰えたというところでしょうけども、最後はよく踏ん張ったなと思いますね。そうですね、ペトロビッチ監督の腰の痛み、お疲れさんの方が大きかったんでしょうね、はい、そして今がっちりと両監督が握手してお互いの健闘を称え合いました。しかしアントラーズもあの後半この柴崎がですね、はい、かなりボールタッチ数が多くて最後シュートまで行きましたからね。まあ前半からああいう形で少しゾーンの上げ下げの中でプレーをしていたらという後悔はあると思いますけど、はい、まあ、しぶとさは出たんじゃないかなと思いますね最後は。浦和レッズ
ッズは勝ち点を38で伸ばしました。逆に鹿島アントラーズは勝ち点29のままです。まあ宇賀神の先制ゴールに始まって原口の2点目、やはりこの追加点取りたいところで取れたのが大きかったでしょうかね、はい、2点目が前半に取れたというのは裏にとってはね、最後まで踏ん張れた大きな要因だというふうに思いますね。はい、引き分けが多い中で今日はレッズが勝ち越した、浦和レッズのチーム状態というのは、はい、まあ、浦和は前節神戸に数的優位でも勝てなかった、ただやっぱ連敗をしないというところですね。はい、しっかりと攻撃性も見せてくれたと思うので、前半非常にいいゲームだったと思いますね。このまま